8月9日水曜日の午後9時になりましたよはい今日はエッグの日、ムーミンの日、ハリキューマッサージの日パーク、駐車場の日、薬草の日、ハグの日、美白の日、野球の日、パクチーの日いいいね,ねいっぱいあります <laughs> そしてお誕生日は家人ミナトモさんあ、ミナトモのサネトモさんミナトモのサネトモさんミナトモの <laughs> 多,分多分そみなとも <laughs> <港>の源と <laughs> <港>の, <laughs> のさんですね。<laughs> 友が多いね <laughs> <laughs>、はいね <laughs> はい、女優司会者 <laughs> 黒柳徹子さん歌手ホイットニーヒューストンのお誕生日ですはい、おたおめ改めましてこんばんはみみことみこですはい、こんばんはあゆことあゆこですはい、今日はあい戻ってきましたお待ちしてした選手お休みいただきありがとうございました選挙みたいだね選挙みたいだあゆが不在で今日はいませんって言ってさらっと流すとあの心配する人が出てくるわけです何の心配何の心配分からんけどなんか退職屈したのかなとか喧嘩したのかなとかさ ちょっとね。一 <laughs> 日休んだだけで、もう喧嘩したって噂が流れる。<laughs> いや喧嘩はしてないですよ。そうですね。はい。 の体調不良ということでね、私看護に当たってました。そうですね。はい、ありがとうございました。いろいろ忙しいんですよね。あのあゆね、うね、そう仕事もだけど、そうなんかあのそう抱えてるものがいっぱいと私は思うけど。だからもう失しつらされて、百二十センチぐらいですよ身長。身長。そんなに抱えてる。そんなに抱えてる。んですよ。大丈夫大丈夫。でも助かりました。なんか誠貴く君がそう先週入ってもらいました。 <で>ミキサーとトークをやってもらえたみたいで、うんうん、ありがとうございました。そう, <laughs> そう、楽しくやってくれてたけど、もう二度とやらんって言って。ましたなんでよ。<laughs> さっき聞いたら、なんかもうミキサーとトークと喋るのは難しいっていう。はい<ー>。 普段正木くん喋ってるはずなんですけどねミキサーしながらまあ多分多番組だからちょっとこのなんていうんですかねジングルとかそういった系を難しいんでしょうねそうね番組のねここで流すとかここでエコー入れたいとかねあのいろいろこだわってしまってるのではいあのめんどくさいんだと思いますよね私ずっとやりたくないですやっていつかやってこっちずっとメイネーさんにミキサー任せますからねだからね番組スタート当初はねあのここにあのスタッフが座っていただいてそうそうやってます私 もえっと喋るのに、うん、まあ0 0年というかね、うんうん、できたんですけど、はいはい、どんどんね成長していこうということで <laughs>、はい、次はあゆも。 えー、私は大丈夫 <laughs> 大丈夫 <laughs> <laughs> 遠くに命がけてるのでーなるほど遠くとダンスになるほどね命がけてるのでじゃあそこ専門ということでねよろしくお願いします <laughs> かりましたはい、えー。週の真ん中水曜日夜9時沖縄市パーカーベニューにある FM 小座のスタジオから元気に生放送をお届けしております、はい、みえみえあゆーのそういうことは明日も頑張れる自分になるための元気注入リクエスト番組ですラジオを通して私たちと一緒にユンタクおしゃべりを楽しみましょうはい そして8月のトークテーマは遠くからでもわかる私の特徴です。はい、皆さんは友達や家族に言われたことないですか？遠くから見てもすぐあんたってわかるーって自分では普通だと思ってるけど人から見たら私らしい私らしい見た目の特徴ってきっとあるはず。うん、外見の特徴、ファッション動きなど自分ではよくわからないけどよく言われるあなたの特徴についてみんなでシェアして自己 自己理解を深めましょう。はい、このほか、自由なユンタクを楽しむチューヌ現場、脱力系親並み相談、あゆみ先生の親並み病院。みんなで乾杯、お疲れ乾杯のコーナーがありますよ。あゆみ先生のご相談、私たちに試してほしい新商品の情報もお寄せください。待ってます。 はいメッセージの宛先はメール761アットマーク FM コザ .jp761 アットマーク FM コザ .jp761 は数字です懸命に番組名の「見重あゆ」あなたのラジオネームを書き添えてくださいまたラジオの電波が届かなくても、えー、全国で世界中で、えー、動画で見てコメントすることができます FM コザのホームページからツイキャスまたはユーストリームでお聞きくださいご参加お待ちしております みえみえああいうのそういうことこの番組は沖縄市の総合建設業義間組沖縄市合わせのカラオケスポット歌姫宿刈マークが目印の運転代行潮風の提供でお送りいたしますはいツイキャスこんばんは見てますよあありがとうございますありがとうございます水に刺した花さんですねありがとうございます じゃあ、行きますか。はいはい。曲に参りたいと思います。では、オープニングナンバーをお送りいたしましょう。はい、夏休み真っ只中、何かしらペンションだったり、ホテルだったりと、お泊まりなんて方も多いではないでしょうか。はい、そこで、今日はいつもの忙しさから解放されて、ゆったりとした時間が流れる宿泊先で。聞きたい曲をチョイス。まずは、アコースティックギターの音色と歌声が心地いい一曲をどうぞ。と、ジャックジャクソンで。 Better together. どうぞ。 お届けした曲はジャック・ジャクソンでベ,ッベターツゲーザーでしたジ,ジャック・ジョンソンでした失礼いたしましたお知らせの後はチューヌ現場のコーナーでーす 中現場事件は会議室で起きてるんじゃない現場で起きてるんだよ。はい最初のコーナー中現場のココーーーーナナ中現場です、はいえー、ラジオやテレビの現場で働く私たちこの時間は仕事やプライベートの現場で体験したことを報告したり今月のトークテーマについてリスナーの皆さんと一緒に噴クしたりするフリートークのコーナーです。な <laughs> <laughs> なんか落ち着きがない子だね <laughs> なんか椅子で跳ねてますね。椅子、椅子がね、下がらない、下に。ああ、下げたいんだけどさ。高さが変わらないんだ。そう、高いわけよ、なんか。あ、いつもより、いつもより、そう、安定しない。そうだね。なんか自分のさ、ベストポジションってあるさ。あるある。寝る時もそうだけど。ね、横に寝るのがいいとか。そう、枕がここにフィットするのがいいとかね。あ、下がった、下がった、良かったね。オッケー、オッケー。あ、ちっちゃくなったね。いい、これで。はい、これでオッケー。 OK はいはい高橋さん今ライカムでレジマッチレジマッチで聴いてんかいすごいありがとうございます強ですねその前に大塚健二さん先生落ち着きましょうね先生じゃないあゆね先生は次のコーナーですよそうですねはい今あゆ今あゆです先生がつくのはこの後先生は落ち着きすぎだよね落ち着いてんのかなどうなんだろうねわかりましたじゃあえっと行きましょうかね今月のトークテーマがですね 何でしたっけ？えっと遠くてもわかるあなたの特徴。そうそう遠くからでもわかる私の特徴、うん、ですけど。はい、どうなんですか？先着きツイキャスからね。はい。あ、うん、<laughs> 大塚健二さんすみませんって。<laughs> なんか素直ですね。<laughs> すごい素直なんかなんかめっちゃ説教したみたいな感じになってない？そんなことはないからね。<laughs> はいはい、そうさっきありましたね。うんうん。愛美先生は笑い声が大きいから。 遠くてもからでも分かる大塚健二さんが触れてますけど分かるなんか声の大きい人って分かるよねとかあと笑い声とか大きく聞こえてくる人いるよねああやっぱりなんか居酒屋とかで飲んでたらわははって笑ったら声が届く人だと思うあのグループにいたでしょってやっぱ言われそうな感じがするね声高くて「すいません」みたいな感じでメール一丁普通ね店員さん来てから言うさ あの注文とかって、うん、でも私もそのカウンター越しに向かって「なんとか」みたいな感じで注文するから、うん、多分分かるよね <laughs> うるさい。<laughs> <laughs> よく言われるのが行動はね岡村隆さんに似てるって言われるんですなんで踊ったりするんですよ岡村さんも。だから私似てるんでしょうねあと猿感顔も猿っぽいんだけど私あだ名猿の時もあったんです梶原猿か私はあんまり猿っぽいと思ったことないけど猿なじみはお猿さんっぽいって思うんそうよね うん、猿っぽいって言われる。うん、<laughs> 猿かってすげえ。うん、<laughs> あとどんなみえ姉さんはどんな感じかな？遠くからでもわかる？うん 仕事の話と絡めて発表してもいい発表んか昨日イオンライカム行ったんですけど仕事でね水にさした花さんが「ライカムすごかった広すぎるあと1回ぐらい行きたい」あのコメントしてくれてますけど昨日1階のグランドスクエアっていう大水槽の前の広場あっちでライカムの従業員の代表者13名が接客技術をみんなに見せてそれでコンテストで4人が。 沖縄大会に進むっていう県大会に進むっていう公開審査があったわけ、ね、すごいでそれの司会進行でこの場所でお手伝いさせていただいたんだけど、うん、でその時に、うん、えっと私あのカーブスっていう、ね、あの女性専用のトレーニングジムに通ってるんですけどそのコーチの。 お一人がなんか会場にいたみたいで,、うん、で今日行った時になんか美恵子さん、昨日いましたかみたいな司会、うん、してましたかみたいなうん、うん、でなんかいつもと雰囲気違うけどでも絶対似てると思いましてみたいな。っ <laughs>、うん、て言ってそう,そうだからやっぱなんか普段はなんかジーンズとか、うん、なんかねちょっとラ,ラフなスタイルが多いけどこ、うん、の時はワンピースだったわけでなんかこの常にスマイルみたいな。うん だからなんかうんそうそう普段とふや声声でわかったではなくて多分見た感じでわかった見た感じでわかったんだえなんか見た目がちょっとなんか特徴特徴中かあでもわかる気がしますよねその人のなんかな空空気感っていうかいるいるだけの空気感うんパッと見た感じそうそうそうなんか表情とか格好が違っててもやっぱこの人っぽいっていうのがあるのかもしれないあるあるあるうん。 たまになんか間違える時もありますもんねこの人っぽくってね話しかけたらあみたいなだからどっかで会ったことありますかって聞いてお互いにありますかって聞いてうんんかそれが合致しなくてあじゃあ人違いですかねみたいなこともあるけどねそうそうなんか似てるなんかジャンルわけじゃないけど似てるのってあるよねありますねなんか難しいんとねんなんだろう なんかあのもう一ついなんか小学校にえっとなんだなんだろうなえっと四年生四年生かなの女の子でなんか私に似てなんかそう他の男の子がなんか先生と何とかちゃん似てるみたいなって言われてで似てんのかなと思ってままじまじと見てみたんだけど多分似てる特徴あ眉毛太いのかなと思って。 眉毛のの太さが多分こ子とと似てたんんあなか丸い感じと垂れ目な感じそれが多分似てたのかなとはあんとかのお母さんみたいみたいなえでどんなだったんですか自分から見てもあなんかちょっと似てる感はあったえっと他の子たちの中で誰似てるかってやっぱこの子似てるのかもしれないなって自分でも思っぱなんか あるよね私の特徴じゃないけど、うん、そそう誰かに自分と似てるって言われてる人と自分を改めて見て、うん、あ自分ってこういう特徴がある、ね、顔の特徴があるかもしれないなっていうのをかそうそう改めて分かるっていうかね。そうそうそうなんかさ結構さジャンル広いですよね似てるとかって。うん、あ,あいうな,、うん、なんか ほらたまに時にはほらモデルさんとかこのハリウッド女優さんに似てるとかもあるし、まあこの正反対で笑い芸人の岡村さんに似て、ほら5キロエサで、振り幅すごいね、振り幅がすごいさ、だからさどっちに似てるかわからなくなるよね。たま時たま、なんか私の友友達があゆはあの竹内結子に似てるって、あなんかそれも言われたこと、まあ怒られるけどね、怒られるけどね、なんで。 怒られな怒られないからなんか写真の写り方で似てる時があるのかもしれないだから同じカテゴライズかなって私は思ってるけどみんな色あのうれうれにらんでるセイキさんが本当か本当かって顔似てる動物園の檻に捕まってる今猿みたいだった私そっかここが檻みたいなもんだね外から見学できるからね。 はい、ねはい、大塚健二さん、んねうん、私、学生の頃本屋で立ち読みしてたらお〇〇と肩叩かれて誰だ、お前の私あすいませんで離れていきましたしばらくして本当に〇〇じゃないよねとまた言われたって <laughs>、えー、そうなんだ <laughs> 確認まで入ったんだねもうすごい似てたんだろうね。<laughs> <laughs> すごい似てた へまあ、あと全然話変わるんですけど、うん、なんか私って結構あのコマーシャルとか出てたりするじゃないですかうん、うん、私が初めましてでもうん、うん、向こうがなんか<ー>なんんかか初めましての感じがしないって言われることも結構多くてなんかどこかで会ったことありますもう絶対言われるんですよ、ね、でもなんか自分からこ,うこ,これですかみたいな。<laughs> 言えないじゃないですか。あ、そうなんだ、ね。言わ、うん、どこかで会ってるんですかねっていつも言うんですけどね。なん,なんか優しいね。そうそうそ,うそうか。なんかシャシャリで出る出る感じもいやテレビじゃないと思うとか言われても怖いので。<laughs> <laughs> なるほどね。そうそうそう。ちょっとなんかそうだね。こうテレビとかコマーシャルあのね広告のね、うん、あの。 写真とかにも出てますって自分から言うのはなんかなって思ってるのね私酔っちゃうね嫌かもしれないねなんかそうどこかで会った気がするんですけどみたいなって言われた時あそうですかねって言ってでなんか一通り話してなんかちょっと接点ないなと思ったらあ私あのアナウンサーの仕事してましてみたいな言う時そうあのテレビのニュース読んでたんでそれですかねみたいなそうなのかなみたいなでも相手はその方がいいですよねほら こうういなんかムズムズ感って家まで持ち帰るじゃんあの人どっかで見たことあるけどなみたいなそれよりは行っちゃった方があそういう納得ができるじゃないですか行った方がいいんですかね 目立ちたがりや感が出ない。そうですよね。私やってます。やってます。みたいなね。うん。まだ私ははいはいなんかいいたがりですね。その方法がいいかもしれないですね。あとね全然話変わるんですけど、はい。ハがずっと出そうなんですよ。なの話。今の話。今の話。じゃじゃじゃなんかさハガジ出したことはないんです。よ生まれて始めて生まれてきてサイズないのに出そう。 わかるの。なんか鼻汁出たことはないんですけど、この鼻血が出そうな感じの感覚ってずっと今日一日あるんですけど。なんかそれそういうのわかります？出たことないのに。素朴だけも。ないないないけど。なのに出そうな感じが。鼻血出そう。出てきたら鼻水だったらだったりするんじゃないの？なんかさずるってなんかずっと鼻あ鼻汁出てなんかジンジンしてる感じ？それとも何か。 水分が降りてきそうな感じ。なんかさ、かこっちが熱いっていうかさ、肌の上の方、<laughs> 目が目頭っていうのとが,、はい、がなんか熱い感じ、なんか飲ませてる感ではないけど、<laughs> <ー>なんかさ、荒れたお気を。<笑><笑>そう気持ちわかる人いませんか？<laughs> ね、そう鼻血が出そうな感覚わかる人がいたらね,ね。ああいうの気持ちに共感してあげてください。<笑><笑>鼻血もう出したのいいかな。たあります小学生以来じゃないかなあ。ある時って鼻血出そうってなる。 あ、うん、出るみたいなそれとも勝手に出てるきあ、そう。気づいたら出てたんどうなのだああうーん <laughs> どうなんだろうねえ鼻血が出る <laughs> 全長分かってるんですかすごい技持ってるなあ,<ー>あみんなじゃあやっぱり鼻血出る時って感覚ないんだ出てた出てきたみたいなねうん <laughs> なんか鼻血も、うん、なんかねあの、 鼻の中を切っちゃって出る鼻汁と、うんうん、なんか奥から割ってくる鼻汁と、まあ鼻の話してんだよ、ね。あ、鼻の話。なんかおならから鼻汁からね。<れ><か>そう、鼻が出る全長の人間の生理現象についてよく語る番組だね。<laughs> <laughs> <laughs> おならから鼻血までね。<laughs> 本当だよ。大事だけどね。<laughs> 全部特徴的には出るっていう。<laughs> <laughs> 出してこう出してこう、ね、我慢説出してこうすみませんネッ中で話してたら教えてください <laughs> サファリストさん、はい、お疲れ俺クイズ、はい、俺誰に似てるってよく言われると思うあ、誰かによく似てるって言われるんですか誰あ俺誰かに誰かに似てるってよくあ、なんか言われる人いるよねたまにねなんかどこかで会ったことあるってよ、うん、よく言われる人っているよね 私の友達でも会ったことないのになんかあなたどっかで見たことあるとか親戚のおじさんに似てるよく言われる人がいる身内に似てる顔の人がいる結構な頻度ですごいね似てるといえばさドッペルゲンガーとかさ同じ顔の人と3人いるんでしょ人遭遇したらちょっと大変とかいうね大変なこと起こるかもみたいな。 本当にいるのかなな人人似てる地球上にんかさフェイスブックとかでさたまにあげられてる時あるさめっちゃ顔が似てた似てる人が会ってから写真をアップしたり似てる写真をアップしたりとか芸能人でいるよね沖縄の芸能人と言っていいのかなミュージシャンのあいむこさんのもこさんの方とあとあのんだっけ

そうそうあのねレオタードであの一時リボン振り回してた人ですけど朝子しか出てこないそうだ似てその人すごいそっくりででそうフェイスブックで繋がってるんだけどなんかとうとう会えましたみたいな一緒に写真撮ってたんだよねそう似てたよねすごい似てるでも売り二つじゃないけどでもとっても似てるよね似てる似てるそうそうすごいと思うそういう人っているかな会いたいよね自分に会ってる似てる人とかね そうだね、はい、気が合うかもしれない。そういえば、昔、トイレットペーパーを尻尾みたいに出して歩いてたおじさんがいました。<laughs> それはなんか、ん特徴ではないよね。<laughs> ただ、あの、流し忘れだよね。<laughs> あ、伊藤麻子さ,さんでしたあ。ありがとうございます。佐野さん、正解ください。佐野麻子ではない。<laughs> 本当だね。は <laughs> あ。 面白いですね。えー、パソコン購入した時自分の名前検索しませんでしたか？うん、私会計士さんが出てきました。うん、大塚健一さん。おお<ー>。私も自分の名前ググったことあります。ああります？うん。でもやっぱ同じ名前の人いないですね。うん。でも似た名前の人が上がってくる。あ上がってくる。そうそうそう。のだ。あの同姓同名。 そうそうそう、似てるフルネームで、似てる、あ、同じ人はいない。そうそう、の国さんは多分沖縄にしかいないし。で、また漢字とね、ぴったり合うってなったらて。美しい笑う子さんもいるんだけど、やっぱ苗字が違うから。うん。そうそう。お、いいです。名前、ね、名前も自分の特徴の一つ。ですかはい、似た人探してみたいですよね。はい。じゃ、あ一旦、閉めて。次のコーナー行きましょうか。はい、ここまで。中二現場のコーナーでした。引き続き皆さんの。 <laughs> 私の特徴話、えー、募集しておりますはい、はい、今岡村さん入りましたか岡村さん入りました <laughs> <laughs> はいじゃ1、えー、曲お送りして次のコーナー行きましょう、はいえー、今日はいつもの忙しさから解放されてゆったりとした時間が流れる宿泊先で聴きたい曲をチョイスしてお送りしています <laughs> 2>, 2曲目は、えー、女性アーティストの曲をどうぞプリシア・アンドリーム お送りしたのはプリシアアーンでドリームでした。この後はあゆみつ先生の登場です。 あゆみつ先生の親並病院さあやってまいりました、はいえー、あゆみつ先生の親並び病院のコーナーです 今ネットニュースでどんなことが話題になっているのでしょうか恋愛体質のセクシー女医あゆみつ先生がこの現代社会を一言コメントで診断いたします、えー、また皆さんのお悩みにも面白おかしく時には真面目にお答えしております星しがり屋の皆さんぜひご連絡ください今日の担当ははい皆さんこんばんはあゆみつ先生ですはいはいマックのクーポン券 マックフライポテトを150円で買うのが最近の私のマイブームです。<laughs> そうなんすか。<laughs> 意外と庶民派なんですね。ショミ派です。<laughs> クーポンは使わなくっちゃ。<laughs> <laughs> どうしたんですか。<laughs> めっちゃお得じゃないですか。わ、うん、かる。どのサイズも150円そうそう、どのサイズも150。うんうん、どのサイズも150円って。 えそれで S 買う人いるの <laughs> っていうわかる,かるその気持ちねその気持ちわかりますねそうそうそう、うん、そうなんですよ、まあ、お得なのでその時はねまとめて2個くらい買って、うん、お家でおやつにしてますけどねうん、うん、おやつなのねそうおやつおいいですね、はい、あ自衛隊ジョイってことですね <laughs> じゃないわ。自衛隊ジョイじゃないわ。庶民派やなって。庶民派です。ねそうですね。沢さん。えええ。ミカエオジェット好きだけどね。はい。ええ。マックのね150円ポテトが好きなんですね。大好きなの。うんうん。じゃ行きましょうかね早速。はい。はい。じゃ一番最初の記事はこちらです。もう押さなくていいですか。ティンあーたいた。 一応ね、ちんちんさん、はい、忘れてました。はい、これスタートの合図ですね。<laughs> はいはい、えっ、ー、とじゃあさっきえっとベストツイえっと話題なツイッターで話題になっていた一言です。うんえー、店員カウンター席どうぞ。ちょっとあのなんだろう、これ演技チックになってるので、はいはい、の店員のセリフ。はい、カウンター席どうぞ。はい、カウンター席に座る、うん、隣のおっちゃん。他に席空いてるやろう。僕。 おっちゃん今日僕誕生日やねん1人で晩,晩飯かわいそうやろ堪忍な、えー、隣のおっちゃん「なんないそらすまなんだな」っていうコメントのあと、うん、食べてから生産しに行くと店員が「隣の方が生産していきましたよ」っていうことですどういうことか分かりますかえどういうい意味多分ねああの、うん、隣のの隣おっちゃんは、うんあの 近くに座ってほしくなかったけどお前他の席行けって言ったけど僕誕生日だよみたいないいでしょみたいなだから隣座らせそうそこは勘弁してみたいなそう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 なのごめんねそういなこと言った後このおっちゃんが多分誕生日プレゼントとして支払いをして何も言わずに帰ってそう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 うそうそうそうちょっといい話うねうそ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 う だよね九州男児みたいな感じがするねああ、やろうってやれんだかこう関西かなと思って関西かそうそう関忍なーとかああそういうことかそのすまんだなーって言うすまなんだなーすまないねみたいなあー関忍しなえーそうなんだ関西なんだ多分そうだと思うけどねはいなんかどうですかおーわかりましたよはい一言で感じるとこありますかねはいはい よろしいですか。はい、はい。では、あゆみ先生の見立てはいかがでしょうか。ズバリ言うわよ。雨と鞭小国。はい。はい。<laughs> アメとムチ将校軍、とムチと将校軍ですね。アメ <laughs> とムチと将校軍、<laughs> 酒と涙と <laughs> 男と女ね。女 <laughs> 飲んでー飲まれー飲んで、んで <laughs> 全然違うですけど、<laughs> はい。あのうまあ、うまく分け分けてますよねこのおじちゃん。うん こんな冷たい冷たくわってやったけど最後には優しい人間味のあるだからね誕生日を支払うというしかも多分何も言わずにだよね今日はあごったるわとかじゃなくてかっこいいなさりげなく隣の分を会計して帰るっていうねこれもしさ誕生日じゃなかったらさそのまま追い払ってたのかな隣から隣に人がいない方がいいんじゃんみたいなあああそうとかって言ってたかもしれないでもそれあなたの土地じゃないか カウンター席、その席を土地として買ってるんだったらいいんだけどさ。確かにね。スイカスから大塚健司さんが。はい。ズバリ言わよ。私にもおごって証拠軍。確かに。確かに。そうですね。はい私もそのね。送った方がいい。それ使えるね。誕生日です。年間何回誕生日に、私誕生日なんです。誕生日なんですって言ったら誰かは。 送ってくれるでしょう。っていうサワリストさん。がサワリストさん、面白いですね。飲み屋のお姉ちゃんは行くたんび、今日誕生日って言われる。すでに使ってる人いた。ああ、いるんですね。確かに、あの飲み屋のお姉ちゃんはお誕生日でお客を呼びますからね。そうなんですか。なるほどね。半年に二三回は、まあ、使ってるんじゃないでしょうか。これは賢いと見るのかね。はい、ええ、ずるいと見るのかね。 かてて乗っかるのかねまあ自由ですけど自由ですからねじゃあ次行きましょうかいきましょうかありがとうございましたじゃあいいかな真ん中のやつでいいかな真ん中のやつはいこれちょっと長めのコラムなんですけどえっとヤフーヤフーのトップページから見つけましたこちらの記事です じゃシャンお願いします。シャン、ありがとうございます。真ですね。あ、シャンはねシャンはこれ。あ、コロナだけど。コロナだけでした。はい失礼しました。はいはいえっと心理系の記事です。うん。ダメな自分を好きになろう。自己評価の低い人が自信をつける方法6つご紹介します。ほうはい。 自分に自信がない,人ないと人ってどんどん不幸になってしまいますうん、うん、セルフイメージが与える影響は大きくどうせ自分なんてと思っていると自分を傷つけるような恋愛をしたり、うんえー、辛い環境から抜け出す力が失われてしまいます、はい、幸せになるためにはまず自分を好きになろう自信を持とうということでその方法を6つ紹介します、うんはい、まず1つ目完璧になろうとしなくていい。うん 自信がががない人は理想が高すすぎる傾向があります、うん、達成できない大きな目標を掲げて自分はだめだと落ち込むこともあるでしょうしかし絶世の美男美女やお金持ちだけが幸せになれるわけではありません、うん、見た目が完璧じゃなくてもお金持ちじゃなくても幸せな人生を生きている人ってたくさんいますとそれこれは私も近いかもしれない、うん、完璧にしようなろうとしちゃうそうそうそう、うん、まあね ここうん、うん、向上心が高い人っているよね。うんうんうん。うん、それはあるかもしれないね。アスリートとかもね、うん、そのねそう、今これ通り抜けたから次はこのこのステップで頑張ろう的なね。うんうん。そうそうそう。完璧にしちゃいたい感じもありますよね。ね。ねうん。そうですね。 じゃあ次行きましょう自信をつける方法2つ目 2>、うん、過去にされた嫌なことをすべて水に流す、うん、過去のトラウマはいつまでも縛られていたら自分に自信は持てません、うん、え恋人に浮気された経験があるという方は自分に魅力がないから浮気されるんだと思いがちですが、うん、それはたまたま彼が浮気する性格だっただけです、うん、あなたに魅力がなかったわけではありません、はい、ということです。お<ー>はい いいことですね。はい。うん、じゃあ6つあるので次々いきましょうね。うか。はい。3つ目どんな小さなことでも自分すごーい。すごーい。<laughs> すぐ使った。<laughs> <laughs> 自信がない人は小さな成功を無視しています。うん。 手っ取り早く自信ををつけるためには成功体験を積むこと、うん、どんな些細なことでも自分すごいと思うようにしましょう、うん、寝坊せず起きれたら自分すごい遅刻しそうだったけど間に合ったら自分すごい,い,い、ね、仕事で褒められたら自分最高、うん、などなどということですいいねそれはねいいね、うん、そう自分に暗いい意味で暗示をかけるというかねそう体も健康なりそうだねうん、うん、で4つ目自信をつける方法目標は低くできなくて当たり前、うん できて当然だと思っていたことで失敗したとき多くの人は挫折して自信を失います、うん、えそれは目標が高く設定しすぎているからですということです、うん、そうですよ面食いの人もそうですよ5つ目、はい、自信をつける方法、うん、失敗は知識が増えたということ。うん 失敗というとネガティブなこととして捉えがちですが、失敗して得た経験って貴重です。大切なのは失敗して落ち込むではなく、失敗から学ぶことです。うんうん、知識が増えたあなたは前よりも成長しています。おお<ー>、うん、それは思うね。ね私もそうそうそう共感。うんうん。で六つ目、自信をつける方法。うん、見返りを期待せずいいことをする。うん。 誰にアピールするでもなくいいい行いを習慣づけましょう、うん、ゴミが落ちていたら拾う汚れていたら誰にも言わず掃除する、うん、募金するなどなど些細なことで構いません、うん、人に話せないような悪いことをしたり誰かを傷つける行為をしたら必ず自分のことが嫌いになります、うん、自分を好きになるためには見返りを気にせずいいことをすること<ー>自分の行いに自信を持ちましょう<ー>ということです、ね、そうやって自信を持つために考え行動を変えて自分を受け入れられた時に心の底からに心の底から 安心できるようになって、自信がついていくようになりますよということでした。なんか真面目な。そう、真面目な感じになっちゃったね <laughs> で。チョイスしちゃった、これ。でも勉強になりました。はい,は,いはい、はい、うん、はい。まあ、ね、で、誰しも。確かにうん、そう、誰しも、やっぱね、その。ね、自信家の人でも、自信失うことって、うん、まあ、あるのかなと思、ね。ありますよね。うん,う,んうん、うん。人は、まあ、やっぱり、ちょっと。 ちょっとすらね見返りを求めたりとかすることもあると思うんですけどやっぱり自分のためにやっぱり自分がなんかほらんか朝ね周りにあるゴミ落ちてたりとか人助けとかをしたりとか車を譲ったりとかした時ってんか自分が心地いいよね持ちよくなるから自分のためででもあるんすよねそうだね人に親しんでってね意外と自分の気持ちが楽になるからねそうそれだけで一日をよく過ごせたりもするのでやっぱり。 それは大切かもしれないですね。うん、そうですね。はい。あゆみ先生が、あの、言う前に、大塚健二さん、言ってますけど、うん、どうします?。はい、いい <laughs> わよ。七。自信がなくなったら、あゆみつ先生に相談する、しょうこくん。すりすり。すりすりはいらないよ。すりすりって、ごますりでしょ <laughs> そ,うそう。そ <laughs> ら <laughs>。 見返り求めてるわね。<laughs> 大塚健二さん。<laughs> <に>どんな見返りを求めてる。のそうですね。うん、何かあれば、あゆみ先生にご相談ください。はい。じゃあ、それでいいですかね。<laughs> はい。はい。大塚健二さんに、証拠を言っていただいて。<laughs> はい。はい。じゃ、これで、このコーナー、お時間となりましたので、はい、締めたいと思います。あゆみ先生の親並病院、今日の診察はこれにて終了です。悩める子室たち。いつでも。 いらっしゃいはいありがとうございましたあゆみつ先生でした、はい、はい。じゃあ一挙かさんで最後のコーナー行きましょう、えー、今日はいつもの忙しさから解放されてゆったりとした時間が流れる宿泊先で聴きたい曲をチョイスしてお送りしていますラストソングはホイットニーヒューストンの代表曲をカバーした曲をどうぞパムハルで I will always love you

エンダーイコールルートビア <laughs> ルートビアー ために,に一生懸命そう調合したっていうことなんだけどもしかしたらどんどん,なんか飲みやすくするために加工してって砂糖がめたのかなわ <laughs> かんない <laughs>。 お送りしたのは、えー、パム春で I will always love you でしたこの後お飲み物ご準備くださいお疲れ乾杯のコーナーです お疲れ乾杯 締めのコーナーとなりました、お疲れ乾杯のコーナーです。はい、とちまたで話題の新商品を発掘、スタジオで実際にいただきながら、その魅力をご紹介しております。今回はああいうセレクトでございまーす。はい、ああセレクトで、お菓子持ってきました。<laughs> ッしカップヌードルじゃないのって?。カップヌードルではないですよ。<laughs> 似てるけどねそ。そうなんですよ。カップヌードルな形に入ってるお菓子、リッチギザー。リッチギザー。<laughs> リッチギザリッチギザというお菓子ですこれやばいうまいんですよああ本当。そうもうビールとかお酒のつまみに最高いいね音がいいでしょハード食感って書いてるそうそうそう食べ応え抜群固めなんですよねポテトチップスに見えるけどちょっと厚みがあって歯応えがあるってことなのかなそうちょっとギザギザしてるからその間にこの味が染み合ってて食べ応えがあるんですよあー旨味の旨味のねたっぷり詰まったパウダーが いいおいそれの今日は濃厚チーズ味がえねえさんで濃厚バーベキュー味あゆが持ってるのねイエイ食べてみようじゃあラジオの前の皆さんはお手元の飲み物か食べ物で一緒にお疲れ乾杯しましょうかじゃあせーのお疲れ乾杯いただきますいただきますおいしい なんともこの感触がうんうん歯ごたえあってうんうんまたちょっとなんていうんですかねちょっと香ばしさもあるんですよビールに最高でしょう合う合うと思うちょうどいい大きさだしなんか大きすぎないし食べ過ぎちゃうなんかねあれに似てるドリトスわかるドリトスは三角でなんだけどこれはなんか四角で デコボコがついてて、そうそう、ドレッドスのちっちゃくなって歯ごたえあるバージョンみたいなね、うんうん、ちょっと濃厚、ドレッドスがギュッとね、閉まった感じするよね。そうだね、この密密度もしまって、そ<う>なんか、そうパウ、なんか美味しさもギュッてした感じ。美味、うん、しい、食べてます。いしい確かに止まらないのわかる。止まらないでしょ。ビールお願いします。<laughs> <laughs> <laughs> 大丈夫 <laughs> ベルお願いしますって言って、膝に落ちた。大丈夫。わー。うん。バーベキュー味どうですか。美味しい美味しい。なんかチーズは食べたことあるってそのドリトスに似てるけど、こっちはなんか食べたことない味。でしょ？美バーベキューの味。へ美味しい。あはは。レンソさんビールビール。お願いします。見せるほど美味しさった。そう。 本当むす。優しい <laughs> どんどんラジオなのに、どんどん食べちゃう、この止まらない感じ。うん。<こ>う <laughs> <laughs> またむせてる。<laughs> 大丈夫だね。<laughs> <laughs> が、今日はですね、金秀で買ってきました。1二、うん、0円ぐらいかな。百二十円ぐらい。うん。うん、ですので、皆さん。お近くのスーパーでお買い求めください。ねね なんかあのすすこ,このこういうカップ型に入ったあのポテチ系ってなんか最近いくつかありますけどうん、うん、あのー、じゃがりこも含めねうん、うん、これよりちょっと細長くてなんか背,背が高くて結構量入ってる感じがするからうん、うん、ちょっと220円はお得な感じがするね。 なんだかんださ背が高いけどさ入ってるの半分ぐらいだよね。うーん<笑>今<笑>え食べたからじゃないの？<laughs> じゃないと思う。そうかそうか。うかうん、ああ。オッケー。オッケー。<laughs> そこ何と答えたら今 <laughs> <laughs> そう？まあでもね。うん、そんなもんだよね。なんかぎゅうぎゅうだとね。うん、あのそうそう。そうだよね。はね。 そうねって <laughs> もういいやあのメール紹介していいですかねはいメールお願しま、はい、ありがとうございますえっと南大地さんからいただいてます、うん、ありがとうございます,お,いますお二人さんこんばんはこんばんはえあさって高校野球沖縄代表高南高校が出場しますねイエーイ応援しましょう、うん、え今大会魔のブロックらしいですがえお二人さん魔の瞬間ってありますか魔が刺した魔を刺したなど教えてちょう魔が刺したことあー まがさして、なんかダイエット中にまがさして甘いの食べちゃったとかね。ねそういうこと。うん。うん、ありますよね。あるね。うん。 そそういうことでいいですか。あともう一個紹介しようね。ちょっとメール来てるので。はいありがとうございます。ありがとうございます。え三重さんゆさんこんばんは。こんばんは。先週ラジオネームをつけるの忘れてメールしてしまいました。ええこしみやさんです。あこしみやさん。ありがとうございます。えっと那覇市内で聞いてましたがやっちゃったって感じです。えいつも楽しくありがとうございます。ありがとうございます。こしみやさん連絡します。お疲れ乾杯のネタが何かあったら探しますね。ありがとうございます。気をつけてということでした。はいありがとうございます。はい。 じゃ、ではちょっとお時間迫ってきたんですけど。<laughs> <laughs> 黄色い顔のさん、魔がさしてラジオ中にむせても、ずっとくう人いるよね。<laughs> <laughs> はい、二十歳です <laughs> あ。こういう風に使えるんだね。は魔、い、がさすってことはね。魔が,がさしてるよ、はい。ありがとうございます。<laughs> はい、じゃ、今日はね、ここで締めましょうかね。うんはい、お時間となりました。お相手はみえみえことみえこと。あゆうこと、あゆかでした。また来週も聞いてください。バイバイ。バイバ